ラジオ DJ、スタジアム DJ、実況者の DJ 渡るがサッカーを熱く語るチャンネル、 DJ 渡るサッカー伝道師チャンネル。はい、 DJ 渡るです。今回の動画は WE リーグフットボール WE リーグ第18節振り返り。はい、さあ衝撃の結果もね待ってました。第18節でございます。そして頂上決戦もありますので早く行きたいと思います。今回も MVP ベスト11美女注目選手などなど内容盛りだくさんでお届けしますので、ぜひ最後までご覧いただき、そしてチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いします。それでは WE リーグフットボール第18節振り返り、レッツゴー。21-22 シーズン WE リーグ全110試合フル観戦の DJ 渡るがお送りする唯一無二の番組、それが WE リーグフットボールリゾート。さあまずは試合結果になります。千葉が来ました。千葉の千葉さんが大活躍となりました。そしてね、これゴールなかったんですけども、この中でも鴨川選手が3ゴールに絡む大活躍でございます。その辺も見てほしいなと思いますが、やはり千葉選手、そして林選手が復帰してくると良くなりましたね。はい、4対0で勝利となりました。そして大宮と長野になります。いや、長野最近強くなりましたね。特に滝沢リオ選手がやっぱり調子良くなってきてるので、この辺で周りの選手も相乗効果で良くなってきてるという中で、やっぱり長野が勝ってくる強い理由が分かります。そして0対0となりました。まあ、よく僕は新潟引き分けたなと思います。松久保選手の PK になりましたけども、平尾選手が、いやー、あれは素晴らしいね、吠えてましたけども、あれがなければ負けてたなという感じがしました。来ました、頂上決戦。はい、アイナク対浦和レッズレディースになります。いやー、ちょっとね、島田芽衣選手のゴールで先制した浦和だったんですけども、アイナックが返すと、でエースのゴールでこれで得点ランキング10得点になったというところで、菅澤選手が決めて、しかも決勝ゴールっていうところはエースが決めて、エースが決め返す、超面白い試合だったんじゃないかなというふうに思います。2対1で浦和レッズが制しました。そしてもうちょっと書ききれないぐらいで、ちょっと小さくなっちゃったんですけども、9対0となりました。これ衝撃の1試合におけるチームの最多得点に多分 WE リーグでねなると思うんですけども、植木理子選手に関しても WE リーグで1試合で1人で決めた最多得点記録になると思います。5得点決めたと。その中でまだ小林理香子選手は2得点決めてますからね、とんでもない。ちょっとね、まあまあこういうこと言うとあれですけどもね、チフレがねかわいそうにね途中ねなってきたなという感じがしますが、それでもやっぱり勝負の世界、プロの世界なんでね、そこはしょうがないなと思います。というわけで第18節の振り帰りでした。スタンディングス。さあ WE リーグ順位表になります。もうほぼほぼ優勝は決定なのかなというふうに思いますね。浦和レッズレディースがアイナック神戸を突き放しました。これで4-7差となりました。そろそろ決着がつくんじゃないかなというふうに思います。そしてベレーザがね勝ち進んでますから、ここアイナックが足踏みしている状況で勝ち点2差まで近づいているという、ベレーザに関しては2位が見えてきたというところです。ちょっと大宮はね、マイナビと勝ち点が並ばれましたけども、得失点差で4位にいるというところで、まあ、17試合同じ並んでここにいるので、大宮としてはちょっと安心なのかなというふうに思います。ここのね4位5位6位争いっていうのが注目かなと思います。まあその下ですよね、やっぱアルビレックスがね今回引き分けたので、長野が勝って勝ち点4差っていう風になりましたけども、まあ、まだ全然わからないと思います。アルビレックスにも頑張ってほしいところです。というわけで第18節終了時点での WE リーグ順位表でした。ゴールランキング。さあ得点ランキング来ました。1位に植木理子選手、まあ5得点ですからね、12得点、大体ねこの12、3、4得点ぐらいがね得点女王の基準だと思うんですけども、多分今回もっと多くなるのかなという感じがしますね。前回よりも多分得点ランキング、得点女王になる得点っていうのが前回よりは多くなってくると思うので、もうあと3、4点ぐらいは増えるんじゃないかなというふうに思ってます。それでもやっぱ12得点になりましたからね。はい、で田中美奈子選手がいって、さあ菅澤選手、昨シーズンの女王がここで意地を見せるのか注目なところです。というわけで得点ランキングになりました。ピックアップチーム。第18節ピックアップチームはアイナック神戸、レオネサとやりました。
三菱重工浦和レッズレディース2対1でございます。まあちょっとねこれ何が良かったっていうと、まあ、試合自体がまず良かったっていうね、はい、女子サッカー史に残る本当に僕は名勝負だったんじゃないかなというふうに思います。まあこれまでの展開であったりとか、あとファーストシーズンアイナックが優勝していて、まあ最初の頃強くてっていうところになってて、浦和レッズも食らいついてきて首位になって、さあじゃあここで頂上決戦だっていうところで浦和が勝った。まあちょっとね入れて入れ返してみたいな展開でちょっと面白い一戦だったんじゃないかなというふうに思います。エースが決めればエースが決め返す、こういうところもドラマがあって面白いなという感じがしますね。で浦和に関して言うとやっぱ交代選手含めて全員が良かったなという感じがします。で交代策も良かったですし、やっぱ佐々木選手とか栗島選手とか入れるあたり、やっぱ最後の方はもうこう守備に徹していたというか、守備で固めて最後逃げ切るぞっていうメッセージが伝わっていたので、それを見るとやっぱ楠瀬監督の、やりたいサッカーが見えてきて分かりやすかった。非常にここで攻める、ここ勝負どころっていうのを多分分かってると思いますし、ここは守る時間守りきって勝とうっていうところで、すごいシンプルで分かりやすかったかなという感じがします。というわけで WE リーグ第18節ピックアップチームは三菱重工浦和レッズレディースでした。 WE リーグ第18節プレイヤーオブザウィーク、日テレ東京ヴェルディベレーザフォワードリコウアキ。さあプレイヤーオブザウィークももちろんこの人でございます。植木理子選手です。あのね、千葉レミア選手と正直迷いました。ただもう5得点ですから、これであなた POW じゃないの、おかしい節穴かって言われちゃうので、はい、もうだってインパクトだけで言ったらもう5得点素晴らしいですから、衝撃の5得点 WE リーグ最多得点記録になりました。前半だけでハットトリック、もう誰もが認める大活躍で、本当に歴史を塗り替えたなという感じがします。まあ歴史といってもまあまだ2年目なんですけども、いやちょっとねこの人はこの試合ではもう神がかってたなと。男子でゴン中山さんがギネス記録を作った時のようにボールを集めてるというか、はい、もう植木選手にボールを集めればいいんだっていう感じがねベレーザの中ではするかなというふうに思いますし、まあ得点女王っていうのもねかかってきますから、これからどん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 植木選手にボールが集まるのかなと思います。ただ逆に相手チームに関しては植木選手をちゃんと抑えとかないとここは危険になるよというところですね。まあ分かってても止められないのが植木選手。まあまたゴールももちろんそうなんですけども、味方を生かすプレー、この人ポストプレーもできるし、自分で流れてスペースを作ることもできるんですよ。そういうことを踏まえて言うと、やっぱ全体的に見てもやっぱり POW はもう植木選手しかいないというふうに思います。一気に得点ランキングトップに躍り出る大活躍でございました。 WE リーグ第18節プレイヤーオブザウィーク MVP は植木理子選手でした。 Best 11。 さあ WE リーグ第18節 Best 11になります。ちょっとポジションの違いとかご了承ください。まずは平尾千佳選手、まあ、PK ストップもあったというところを0点に抑えたというところで、まあ、この選手は選ばざるを得ないかなというふうに思います。ちょっとね小山選手とか石川選手とか被ってるところがあるんですよ。前回と清家貴子選手とかねあるんですけども、やっぱそれだけ連続でいいプレーをしていたというところだと思ってください。いや小山選手負けしましたけども、アイナックやっぱすっごい印象的にシュート打っていたとか存在感を示していたのは小山選手かなと思います。石川リオン選手は体を張って守っていましたし、シュートストップでめちゃくちゃガッツポーズするところ、やっぱこの試合にかけてたなという感じがしますし、やっぱ若い石川選手がああやって活躍するとやっぱ乗るなというふうに思いますね。で林選手、いやもう本当にこの選手復帰してよかったね。ジェフはね守備の要だなという感じがします。やっぱり守備が安定するっていうのも、やっぱ一ノ瀬選手と林選手がやっぱ一緒にいると高さも出ますし、体重も強くなる、でフィードもうまいっていうことになるんで、いやだからこそ千葉なんですよ。はい、守れる千葉が帰ってきた、そして千葉レミア選手が帰ってきて攻められる千葉が帰ってきたと。で松永美奈選手ね結構活躍してました。結構ね積極的にサイドバックからゴールを狙うシーンがあったりとか、攻撃面で存在感を発揮してたなという印象です。で中島選手に関して言うとクロスボールが結構多かったのかなという印象で、攻撃参加めちゃくちゃ目立ってましたし、ゲームを作る動き、この試合に関してはめちゃくちゃ中島選手めっちゃ動いてたので、いやそういった意味では MVP にもしてあげたい選手です。浦和に島田芽衣選手がいることですよねやっぱねこの選手の成長覚醒っていうのは浦和にとって大きいですし、この選手ここでプレーすることができるっていうのは一つ浦和違いを見せられるところかなというふうに思いますね。というのもやっぱ菅澤選手を前で使
らなきゃいけないっていうところで、島田選手をやっぱり控えで置いとくもったいないっていうところとか、ジョーカーでもいいんですけども、最初から使いたいっていうところで島田選手をやっぱこのポジションで使えた、考えられる選手になったっていうのはやっぱ得点も決められるし大きい。で、清家選手ね、今回選ばれましたけど、清家選手はもうキレッキレなので、それこそ言うことないかなと思います。で、鴨川選手に関してはゴール決めていませんけども、3ゴールに絡む活躍だったんですよ。めちゃくちゃすごかった。やっぱね、千葉選手とのコンビネーションが良かった。千葉選手がヒールで落として鴨川選手がシュートを打つシーンとかありましたけども、この2人のコンビネーション良かったので、やっぱりジェフはここからマジで上がると思います。で、植木選手は文句なし、千葉レミナ選手も文句ないんですけど、すごいね。だって復帰戦っていうか、復帰後初スタメンでこれですよ。2ゴールですよ。千葉に千葉ありというところを見せつけたんじゃないでしょうか。というわけで、ウィーリーグ第18節ベスト11はこの11人になりました。 DJ ワタルサッカー伝道師チャンネル。さあ、美女注目選手は脇坂玲奈選手になります。あいなく神戸レオネッサです。いやー、ちょっとね、一回多分野島セラの時に美女注目でやったのかなというふうに思いますけども、15試合に出場中でございます。いやー、今季から加入ですよ、この選手。結構ね、僕前からいたんじゃないかなっていうふうに思っちゃうぐらい、脇坂選手に関しては、すごい主力として本当にボランチに定着したなという感じがします。だからこの選手がいることによって、坂口選手が一個前でプレーできたりとか、いろんな選手を試したりすることができたりとか、前で使いたい選手が増やせたりとか、やっぱね、いいよね、脇坂選手ね。いろんなこうパターンとかが広がる、幅が広がるという意味では、この選手の加入はめちゃくちゃ大きかったなというふうに思いますね。だからこそ伊藤選手を、伊藤金を、いろんなポジションでプレーさせたりとかもできますし、ウィングバックできたりするし、この選手と2人でボランチ組ませると、めちゃくちゃ安定感抜群なので、そう考えるとね、やっぱりバランサーとして、中盤のバランサーとして、しっかりとした活躍ができてるなというふうに思います。今シーズンの確かプレシーズンマッチかなんかでセンターバックやってたんですよね。あ、ウィーリングカップか。ウィーリングカップかなんか確かセンターバックやってたんですよ、この選手。はい、だからセンターバックでやるのかなと思ったら、やっぱりそこ竹重選手が怪我している部分とかあったので、まあ、開幕当初からボランチでプレーしてましたけども、センターバックもできるということでね。はい。右センターバックとか右サイドバックとかやったかな。はい。笑顔とロングヘアが素敵な選手でございます。というわけで、美女注目選手は脇坂玲奈選手でした。さあ、ウィーリーグ第18節振り返り以上になります。いかがだったでしょうか。決戦面白かったな。それよりも衝撃だったのが9得点っていうね。田中美奈選手がゴールに来て、おー、これは得点ランキングが面白くなってきた。あ、菅沢選手も追いついてきたと思ったら、植木選手がドーンっていうね、5得点っていうね。はい、頂上決戦制した。エウラに関してはもう優勝は固いんじゃないかなというふうに思いますが、まだまだわからないウィーリーグ注目してください。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価の方お願いします。あなたのチャンネル登録がサッカー界、女子サッカー界の未来を変える力になります。